皆さん、こんにちは。Day 2始まりました。昨日は Day 1、肉体的な観察でしたが、いかがでしたでしょうか。今日はですね、昨日に引き続き、また観察を行っていきたいと思うんですけども、私たちの、毎日のこう日常がですね、人生を作っていくわけですけども、起きること、食べること、話すこと、人間関係、仕事、友人も信頼関係、いつもの習慣ですよね。いつもの習慣のを全てにおいて意識的に心を観察する、見ること、それが心を磨くヨガだと、ヨガ哲学では長年、もう長い間言われているわけですけどもね。やっぱ心はこう見なければいけない。肉体というのはこう自然のなんかプログラムの中でこう成長したりこう変わっていったり、まあ勝手にしてくれるわけですけども、人の心というのはまあ何もしなければ成長することはできないということでですね、ヨガの哲学ではまあエゴはこう乗り越えるべきものなんかなんていうふうには言われてたりするんですけども、まあ実際私たちは毎日の生活で毎日まあエゴと出会ってると思うんですね。ネガティブな感情をこうささやきとでも言いますか、なんか自分に対してのこうセルフトークとかですね。ただその乗り越えたいこのいろいろなまあ自分の感情の癖だったり、そのまあエゴと言われるものっていうのは出会わなければ乗り越えられないというふうに言われています。その出会うたびに、あ、こんな感情があるね、私は今こんな状態、こんな感情を持ってるねというふうに気づいてあげるということが、とても乗り越えていくまでのこうステップとしてね、とても大事なので、とにかく今日も昨日に引き続きありのままを見つめていくということを、行っていきたいと思います。それでは簡単に姿勢を整えていきましょう。あぐらになって、昨日と同様クッションのある方はお尻の下に引いてください。簡単に、目を閉じて、軽く目を閉じて、背骨を一つずつ下から積み上げていきます。鎖骨の両側に肩が来るように、軽く胸を開いて、首をスーッと伸ばして、頭も一つ高く天井に近づけていきます。今日は手のひら上向きで行っていきましょうか。少しね、肩の力が抜けやすくなります。膝の上に置いてね。ではゆったりと呼吸を行っていって、ご自身のペースで深呼吸3回行っていきます。吸うときは胸から大きく吸って、吐くときは口からでも鼻からでもいらないものすべて吐き出していくイメージで、口の中、目の奥、閉じてるまぶたも優しく、眉間、おでこ、すべて力を抜いていきましょう。頭皮まで緩めて、リラックスして呼吸を続けていきます。少しずつ音が鳴っていきます。瞑想に向かっていくために五感を収めていきましょう。今聞こえてくる音、聞こえてくる音に意識を向けて、目を閉じていても目に入ってくる光の感覚、部屋の匂い、口の中の味、クッションやマットに触れている皮膚の感覚、それでは内観を始めていきます。手のひらの位置は上向き下向き、どちらでも楽な方で行っていきましょう。今日の自分の感情、
気分でも構いません。観察していきます。嬉しい、悲しい、さまざまな感情があります。ただただ見つめていく。どんな感情でも構いません。今こういう気持ちなんだと、ただただ俯瞰していきます。はい、ではゆっくり目を開けていきます。大きく一回深呼吸。では両手を天井の方に、両手を組んで深呼吸を行っていきましょう。もう一度胸から大きく息を吸って、天井に手を近づけて、はあ、吐き出していきます。はい、ではクイックサウンドバスでしたけども、本当に一日のうちに短い、時間で構わないので、少し内側に、意識を向ける、習慣を、作って一緒にいきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。